松本若菜、私の宝物、一番やばいのは冬月、深沢達也か、ストーカー疑惑と、食い違う青年月日、予想を裏切るどんでん返し。松本若菜、40、主演の連続ドラマ、私の宝物、フジテレビ系、木曜夜10時の第2話が、10月24日に放送される。17日放送の初回は、スノーマン、深沢達也、32が演じる主人公。 神崎美ュ松本の幼馴染、冬月漁の突然の死が視聴者の間で話題になったが、このままでは終わらなさそうだ。同ドラマは、夫以外の男性との子を、夫との子だと偽って産んで育てる、たくらん、たくらんを題材にした、ひりつく大人の恋愛ストーリー。美ュが冬月と結ばれ妊娠したが、冬月が亡くなったというニュースを受け、夫、ひろき、 田中家40に真実を隠したまま出産を決意するという、ジェットコースターのような展開だった。第1話は、結婚して5年の専業主婦、ミュウが、外面は良いが乱暴な言葉をぶつけてくる夫、ヒロキと冷え切った夫婦生活を送っていた。そんなある日、昔よく通っていた図書館で、幼馴染みの冬月と再会。ミュウがすでに結婚していることを伝えると、 冬月は、もう少ししたら仕事でアフリカに行くことを告げる。ミウは、冬月が旅立つ前の仕事であるフリーマーケットを手伝うことに。一方、自宅でフリマの資料を見つけたヒロキは、当日、こっそ様子を見に行くと、楽しそうに接客するミウの姿を目撃。その夜、不安に駆られたように、ヒロキはミウを強引に抱いた。翌朝、 傷ついたミウは冬月に、助けて、とすがり、体を重ねるが、という展開。モラハラフのヒロキについて、X 上では、不器用なだけなんかな、こんな時間までどこ行ってたんだよ、と怒っておいて、すぐ、大丈夫かってタオル取りに行ってあげて頭を拭いてあげるのは優しさだな。ヒロキなりに思うとこがあるんだろうね、などと、実は事情があるではないかという考察が多数。 田中の公演で広木が話題となったが、今後、物語を大きく動かすのは、深沢演じる冬月かもしれない。第1話で、松本演じるみゆは冬月より2学年年上として描かれたが、最後に映った冬月のパスポートと、予告で映ったみゆの母子手帳に表記された青年月日から、X 上では、2歳差ではなく1歳差、だという指摘が、 突然の死でごまかされているが、冬月が彼女に嘘をついていた可能性が出てきたのだ。また考えてみれば、ミウと冬月の再会の仕方も不自然だった。図書館でばったりなど、そうあるものではない。ひょっとしてミウがそこにいるのを知っていて、偶然を装っていたのかも。早朝、ミウを連れて図書館に不法侵入している場面もあり。 深沢が演じている本当の冬月は、第1話の印象とかけ離れたやばいキャラなのかもしれない。そもそも、メインキャラの冬月がいきなり死ぬということはありえない。今後、幼馴染みとしての回想シーンで冬月が出るとしても、そこは中学生なので深沢では無理があり、アフリカでの回想シーン以外で出番はないはず。X 上でも、第2話のあらすじ見る限り、 遺体が冬月と断定されたわけではなさそう。残りの深沢の出演が全部回想シーンは無理があるだろう、という指摘が。本当の父親が死んでしまっては、拓乱をめぐる物語も盛り上がらないだろうから、冬月の再登場はほぼ間違いない。死亡すらも彼の偽装だった可能性があるが、冬月の正体と、それを演じる深沢に注目したい。ドラマライター。 山川